とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はこの装備、完成しました。見てください、これ。夜の棒ですね。黄金がちょっと残念。クールダウンショット2ですね。で、3と2だったら、0.5 秒違うんだけども、まあ、使えるかなということで、一度使ってみます。まあ、ダメだったらば、また、厳選し直しですね。で、下が、バーストボーストリングと、球根で流れ込む魂ではなく、衝撃ですね。このセットで、普通の矢をガシガシ打っていくビルドですね。ソウルビルドの、普通の矢筒バージョン。どうだろうか。ハーベスターは間違いなく強かったんで、こっちの方でも強かったら嬉しいな。防具はまだ、ソウルダンサーのローブを探し中です。とりあえず輝くローブで使っていきたいと思います。では、やってみましょう。それでは行きましょう。地下寺院ですね。モブダメージが 50% 増加の、モブの速度が 50% か。で、凍結持ってる。いや、厳しいな。ちょっと待って。いきなり結構厳しいぞ。まずは、ソウルを集めないといけませんよね。オッケーオッケーオッケー。やっぱ、球根がついてると一気にいくね。よし、オッケーオッケーオッケー。いい、いい、いい。多分強い。何が強いかって、やっぱね、この衝撃がついてるんで、敵をね、あまり寄せつけない。そこがいいところだと思います。OK。でも、ちょっと、そうね、火力はそんなにないか。まあ、あるにはあるんだけども、キャプテンがノックバックしないからさ、倒しにくいな。これ1個は、ハーベスターの方がいいのかな？いや、めちゃくちゃソウル回復するよ。ソウルの吸収率はね、もうえぐい。いや、衝撃のついた苦痛の矢筒、えぐいね。えぐ。ちょっと待って。1個はハーベスターにしようか。そうすると間違いなさそうね。でもね、連射したらちょっと、ソウルが間に合わないかなとも思うんすよね。どうだろう、間に合えば、マジで強いんですけどね。いや、間に合わないよ、さすがに。さすがに。おい！いやいや、ちょっと待って。間に合ってる？ガシガシ回復するよ。ちょっと待って。あ、いける。いや、いけるぞ、これ。ちょっと待て。いけてる。これめちゃくちゃ強いかもしんない。なので、ハーベスターのソウルビルドはめちゃくちゃ強かったんだけども、ね、ソウルの吸収っていうのが、すごい課題だったんだよね。でもそれが、全然なんとかなってる。やっぱり球根だな。球根で、とんでもなく、ソウルを回復するのよ。それで、なんとでもなる。強っ！なんだこれ ?251 だよ。あ、まあまあまあ、251だけども、そうかそうか。これは苦痛の矢筒と、ハーベスターで攻撃するんで、攻撃力は関係ないんだ。関係ない。言うならば、これ、ソウルフォーカスが入ると、30% アップで、もっといくな。いや、これは、これ楽しい。これ、花火とかより、断然いいかもしんない。あ、これ、防具ができると、これ、やばいな。もっと絶対強いな。いや、これ、ハーベスターの威力よ、やっぱり。ハーベスターは、
256なのよね。一発370万なので、これが30%アップでしょ？すごいね。結構なダメージアップする。はい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 。これはちょっとやばいのが出来上がったと思うよ。あ、ちょっと待って、逃げんな逃げんな逃げんな。では、一応キャプテンは探していきましょうかね。はい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 。むちゃくちゃ強い。でも防御面がね、ちょっと不安。あ、まあまあ、そうね、一応衝撃でぶっ飛ばすんで、そんなにダメージは受けないよ。そんなに受けないんだけども、やっぱ、食らうとき食らうので、これはね、防具考えるな。ソウルダンサーはまあまあ 30% で無効化よりも確実にね軽減してくれるやつの方が俺は好きなので、そうね、ウィザードかの方がいいのかな。いや、これは悩む、防具が。あ、でもウィザードかにするとアーティファクトのダメージ 50% で、これが強いかもしれないからね。なので良くないかとなると、やっぱりそうね、ソウルダンサーの方がいいのかな。こっちは確かにクールダウンがね、もともとついててお得なんだよね。お得で他にエンチャントを漏れるのでいいかなと思ったんだけども、やっぱ耐久大事だもんな。ちょっと防具がね、今度しっかりと作り込んでみます。弓はこれもう大正解よ、大正解なんだ。クリーパーに置き換わるか。あ、大丈夫ですね。はい、まあ、おー、いたいた。キャプテンもとりあえず探しながら行こうと思ったら、おー、いたいた。火力も申し分ない。あと近接にちょっとあればいいかな。ダイナモとかがついててくれればもうちょっと火力も出せそうな気がする。あ、これはちょっと装備の作り込みがいがあるね。ああ、何、帯電だな。帯電ですね。やばいやばいやばい、取りたい取りたい。いやー、もうやめてくれよ。あと1個ね。OK、探しながら行きます。多分あと1体はこの中にいるでしょう。あ、やば、もうできればね全部取ってね持ちよくクリアしたいので。いや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 、攻撃付きの普通のノックバック、えぐ、どんだけ遠くまで飛ばすのよ。いやー、やばい、これはやばい。頼む、近くにいてくれよ。そうか、モブダメージが増えてるからやたらと痛いんだ。なんか痛いなと思ったんだよね。251の防具装備してたっけって思ったんだけども、違うね。はい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 、そういうことね。大丈夫、流れ込む魂でガシガシ回復するし。そうね、これはウィザーみたいなやつはいらないか。あればもうちょっと安定するかなとも思ったんですけども、仕方ない。おいおい、これキャプテンいない、キャプテンいません。え、あ、あともうクリアするだけか。あとクリアするだけですね。今回はキャプテン5体でしたね。仕方ない、そういう時もねありますよ。はいはい。やばい、火力がえぐい、えぐいし、この普通の矢のノックバックがひどすぎるわ。はい、ではクリアです。はい、それでは戻ってきました。夜の棒、これクールダウンショット2なんで大丈夫かなと思ったんですけど、2で十分です。大丈夫、全然使っていけた。もうこのセット最高だったね。
クールダウンショットバーストボーストリング球根の衝撃強い。まず球根でソウルがなくなることがほぼない。うん。しバーストボーストリングの、苦痛の矢である程度の敵に当たるし、で衝撃でぶっ飛ばすんで火ダメも抑えれる。これはねやばいです。で苦痛の矢ずつ256が欲しいね。うん、もう少しダメージを上げたいところ。これはもう256なんでいいんだけどね。いいですね。で、防具が、ソウルダンサーの方がいいかな。あれは、アーティファクトのダメージも増えるし、回収するソウルがプラス 100% なのよね。確か倍入ってくるようになるので、お得。うん、さらに、ソウルの回収率が良くなるのでいいですね。で、それに、エンチャントは何だろうね。クールダウンとポーションバリアはいるでしょ。クールダウン、ポーションバリアはいる。で、あと二枠を、魂の袋とソウルフォーカスかな。あ、それで、めちゃくちゃ強いんじゃない？とりあえずその防具、厳選します。でもね、できれば263がいいんだけども、タワーであれは厳しいんだよな。なかなか出ないんだよね。で、フロストサイスもちょっと改良しようかな。これはボス用に一応近接の釣り竿で叩けるようにしてるんだけども、まあ、それじゃなしに、道中で使える流れ込む魂と魂の共鳴と、あと球根とダイナモでも入れればいいかな。そういうので、行ってみたいと思います。はい。まあ、とりあえず、この夜の棒、むちゃくちゃ強いです。これ、ソウルフォーカスじゃないな。ソウルビルドが完成したと思います。これはいい。あと、防具の厳選ですね。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴、ありがとうございました。